バルーンアート。バルーンアートは風船を用いて造成物を作る行為である。主にバルーンモデリングかバルーンデコレーションを指す。ゴム風船等を複数個つなげて造成物を作る。以下に主な例を示す。バルーンブーケの一例複数のヘリウム入り風船を花束のように束ねて形成した装飾である。イベント会場や店舗のディスプレイ。 結婚披露宴の卓上装飾に用いられたりする。直接装飾に用いられるほか、贈答品として用いられることもあり、祝賀や各種行事などのテーマに合わせてアレンジが行われる。贈答品の場合は、バルーンショップなどの専門店で通信販売されることが多い。この場合、大型の箱に入れられて配送されるが、輸送途中の損傷を防止するため、 膨らませたゴム風船は通信販売の対象にならなかったり、マイラーバルーンでも故意にガス圧を落としたものを搬入し、補充用のスプレー式、ヘリウムガスを同梱したりするなどの対策が取られることがある。複数の風船を柱状に形成した装飾である。イベント会場や店舗の入り口の両脇に設置することが多い。コラムの形成にはなどがある。 バルーンアーチの一例複数の風船をアーチ状に形成した装飾である。イベント会場の入り口や結婚披露宴における高さ後の背後などに用いることがある。アーチの形成にはなどがある。複数のヘリウム入りゴム風船を天井に上げて敷き詰めるなどした装飾である。色違いの風船を組み合わせて模様を描いたりすることもある。また、 結婚披露宴で行った場合は、宴会後、来場客が自由に風船を持ち帰れるようにすることも、ある。ちなみに、シーリングバルーンは、気象観測で上空の雲の高さを観測する即雲気球のことである。細長い風船をひねる、等を行うことで、生き物等の造成物を作る。ありがとうございます。